どうもこんにちは、森吉文です。さあ、ピッコロ劇団ではいよいよ次回作グリム兄弟の稽古が始まりました。この作品にはグリム童話の中からいろんなキャラクターが登場し活躍するんですが、実はこのグリム童話、グリム兄弟のオリジナルではなくて、古くから伝わる昔話、ドイツ語でいうところのメルヘンを2人が聞いて集めてまとめたものなんですね。はい、私はそのグリム兄弟の兄ヤーコプの銅像を演じます。銅像、はい、銅像です。全編銅像、それは見てのお楽しみ。どうぞご期待ください。では、はい、皆さんこんにちは、グリム兄弟みんなのメルヘン聞かせてダンケ、ビルヘルム・グリム役の立花忠です。森さん演じるヤーコプ・グリムの弟ですね。肖像画にもあると思うんですけど、肖像画よく見かけると思いますが、これ見分け方あるんですよ、わかります？僕発見したんですけど、ヤーコプ・グリムがパーマヘアです。これ見分けるポイントです。そしてビルヘルム・グリムとヤーコプ・グリム、実際1歳違いなんですね、年子なんですね。ただ僕と森さんは10歳以上違います、この差がどう出るのか、はたまた森さんはパーマネントヘアになるのか、乞うご期待、お楽しみに。皆さんこんにちは。グリム兄弟みんなのメルヘン聞かせてダンケで少女ヤシカ役をやります金田萌香です。このお話はヤシカの涙がグリム兄弟の銅像にポトポトと落ち、そこからお話が始まっていくのですが、ヤシカはどのようにしてグリム童話のキャラクターたちと関わっていくのか、そしてどのように変化し成長していくのか、歌ありダンスありの楽しい作品となっております。皆様ぜひ劇場でお待ちしております。バイバーイ。